今日も一日、お疲れさん、どうもしろです。安井家、総太郎です。今日の企画は、男が色気を感じる秋服トップ3。いいね。さて、まあ、久しぶりのファッション企画ということで、はい、秋といえばおしゃれが楽しい時期じゃないですか。ああそうですか、お前らからするとな。いやもう相当分かってるはずやで。分かってますよ、お前ニットソムリエと名乗ってるぐらいやから。あーそれあーそういうことね。俺も相当もう長袖着てるぐらいそうです。あそうよ、もう秋ですよ。なんでね、秋の女性のファッションってやっぱ可愛いやん。分かるね。もう秋冬は香り始めるからね。そうよ、これだよな。これは楽しさが増すからね。まあ露出も夏からおしゃれな秋。そうだよな。今回色気ということに絞ってですね、女性のこういうファッションを見た時に男は色気を感じますよ。おー、いやマジで久しぶりやな。確かにファッション系は久しぶりやね。いやこの企画が、デートではこういう服装ぜひね、はい、着ていただけると男はまあ結構色気を感じてね、ドキドキするよ、ドキドキしたりとか、それに繋がるかもしれませんよということで、やらせていただきたいと思います。それではやっていきましょう。いや童貞ちゃうし、それぞれあのトップ3持ってきてますので、はい、今回もウェアさんからね画像引っ張ってきさせてもらってるんですけど、まずじゃあ安行の第3位はい、いきたいと思います。ちょっと安行の第3位こちらです。はい、寒ぅ秋いや、ちゃうちゃう、これさ、秋ポイントがあんのよ。まあ、モヘアっぽいしな。そうなん、そう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 、モヘアのノースリーブがいいなと思って。ノースリーブはいけんの？いけますよ。秋秋はまだ、なんかやっぱ我慢の秋や。そう、あーまだ、あの、9月の想定ですよ。あーそうですか。まあ、9月暑いからな。そう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 、まだ着れるよ。まだ着れます、着れます。夜はなんか羽織ってもらって、今回色気っていうのがテーマだったので、これでその素材がツルツルってんやったら、それはもうお前夏やないかっていう話なんやけど、まあ一歩さえ入れてほしい。でもやっぱ露出はまだ残したい。なるほど、中途半端な季節これで乗り切りませんかっていう話。ニットっぽさかける露出という、ね、そう、はい、長袖で、ね、モコモコはまだちょっと早いぞみたいな。なるほどなるほど、まあ、いいバランス感で色味も含めて感じ。そう。いやでもこれおしゃれやな、めちゃくちゃおしゃれ。秋冬の色味の感じで、今回色味にもこだわったんで。はいはいはい、どこで色気感じるの？いやだからやっぱ二の腕です。あーシンプルに。どうなん、寒くても鳥肌どう当たってたの？いやだからそこで、あ、じゃあそれはだからやっぱ童貞よ。童貞、あーそれ童貞バーってなってて、ちょっとパサッとこっち俺らからかぶせてあげるチャンスもあるってこと。お前どこが童貞臭いんだよ。童貞臭いよな。これを言ったらフラットが審判した結果お前が童貞。あ、ほんに？うん、嘘、フラット忘れちゃう。フラットフラット、なんやったらキャラ的にこっちにしたかったぐらい。まあでもまあこれはめっちゃ可愛い。めっちゃおしゃれやな、うん、この色も含めてやっぱ夏は着きれないんですよ、こういう重い黒い系とか、まあ、モノトーンね。そこはやっぱ秋っぽい感じが出てていいなっていう感じですね。もうじゃあ硬いってとか色気は。そうですよ、うん、まあ、ここも結構空いてるんで、しかもああここら辺とかにやっぱネックレスチラつかせてもらってっていうところで色気は味わえるよっていうところで。あ、このモヘアの素材とかもうどうでもいい。モヘアの素材はまあまあどうでもいいです。あ、そう、色気っていうか。あ、そうなんや。あ、そうなんや。秋っぽさっていうところ。あ、そうなんや。あの3位やな。3位やな。これ1位でこの説明やったらほんまお前マジ企画なめんなよって言うけど、3位やから。だからトップバッターじゃないって。あ、まあいいやね、それで。本当？じゃあ僕の3位いきますね。はい、こちらです。あー、あー意外ですね、あなた。あ、だから別に自分の好みとか別に関係なく言ってますよ、今回色気を感じるんで。だから自分の色気の好みやろ。あ、まあそう、色気の好みね。ポイントは、まあ、うん、ほんまにシアーシャツと中のこう、うん、キャミソールっぽい感じ、うん、あーなるほど。そうこのやっぱシアーシャツってやっぱね、色気感じると思う。確かにね、ちょっと透け感が出て、ね、なるほど。肩をちょっとこう見せるぐらいゆったりとこう着てくらい着てもらう。あーなるほどね。そうそしたらやっぱこう、はい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 、デコルテとかね、チラ見えするんで、うん、それも込みでやっぱね、秋の色気って感じですね、これ。確かにね、やっぱスカートがいいですか。ここはスカートがいいですね。へえ、いい色やね。そうこれ原色やけど、まあ、これ別に黒とかでも全然いいと思う、俺は。スカートやっぱモノトーンの方が大人っぽさとか色気にはつながると思うから。なんかお前らちょっとあれやな、服の紹介鼻につくなってきたな。なんでなんすか。なんかそのいやだってコーディネート指南し始めてるやん。お前みたいなパンピー男が。じゃあ色気って意味ではプロですか、こっち。あ、そうだ、ね、男のね、黒の方が HB さんやで。分かんない、分からんやろ。誰かに UB 文字って HD やね、分かんない。誰がサブチャンからこそがたどり着いてるの。たどり着いてる人もいるやろ、それ。黒の方が色気あんねや。トーンとしては、うん、そのやっぱモノトーン、白と黒の方が大人っぽさが出るとは言われてる。カジュアルよりは、やっぱり。あ、そうなんや。原色ちょっと子供っぽい感じで。そう。なんか提案されてる気持ちになるな。これはね、やっぱシアーシャツはもうマストアイテムだと思いますね。あ、はい。もうやめろしな、マストもうなんかあーっとマストアイテム、ほんまもうなんかやーな
ーなんか2年前ぐらい動画撮ってさ、だってこれエロなんですか言うてた記憶やねんな、みんな。いやだけどキャミがこの日本製っていうね、確かにね、これも色気よね、これも色気出るよな、なんか紐ってこう交差すればするほどエロいよね。そうやな、やっぱ露出がやっぱ色気につながると思ってるけど、シアシャツって確かにそういう意味で一番いい出し方かもしれない、うん、確かにね、ちょうどいい、そう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 、別にエロすぎない、でもやっぱ女性らしさ出るっていう、うん、カバンもやっぱ秋だからもうここなんすか、まあそうかもね、そこは別にそんなに可愛いよね、可愛いよな、可愛い、これめっちゃいいやん、トータルが好きだけど、いや俺これのファッションめっちゃ好きやな、迷ったもん俺もシアシャツ出すか、うん、でもまあちょっとやっぱそのありきたりかなっていうか、あ本当ですか、本当ですか、うん、ファッショニスタとしてはやっぱ結構じゃあこだわってくれてるやん、うん、そうね、やっぱその人とあんまり被らないっていうのが大事かな、なるほど、はい、ロジックで組んでますね、おしゃれ、そうっすね、やっぱロジックでおしゃれ作れろって、じゃあそんな宗太郎さんの、はい、第3位ね、あれあれあれ、なんかかなりなんかベタな感じ、え僕ないっすね、だからもうこれ名付けるならこれ嫌いな男おらんでなんか意外、意外ではないんちゃう、あ、そうな、うん、なんかガーリーじゃないか、まあ、だからその勝てないよね、やっぱ肩がされたら、あ、まあ、色気って意味だよね、うん、だからこれはもう正直量産型だと思いますよ、個性的ファッションではないですよ、どっちかっていうと、うん、でも人と被らないのがおしゃれって、だから嘘やん、まあ、適当やん、わかるわけやろ、人と被らんやろ思ったらダサいって言われてきた人生だから俺には分からへんけどこれはだって嫌いな男いないから、まあまあ、まあ、そうね、そうね、こんだけおしゃれおしゃれ言うてるやつらでも多分これは色気感じると思うよ、いやだからデートで一発目これ来られたら普通にドキッとする、そうや、もうだって声がな、そうもうタンからまっちゃうぐらい、タンからまっちゃうぐらいエロドキッとしてたもん、してたしてた、やっぱ袖も燃え袖感もちょっといいんですかね、そうね、いやだからもうこれポイントはもうね詰まりすぎてる、袖がキュッてなってない、これってさここにキュッてなってゴムついてるよ、うん、これないじゃないほぼ、ね、確かにね、フラットなんですよ、だからこうストーンって末広がり、はいはい、縁起いいよね、あまず袖が、あなるほど、うん、で縁起いいし、やっぱ燃え袖作りやすいし、うん、クシュっていうこう、こういうこういうのに男は結構色気感じますから、あそうなんですか、ああなんか感じます感じます、やっぱ揺れとドレープ感ですから、うん、こんなんだって腕まくりしても歩いとってもちょっと袖がもうこうに加えてこうこういうの足されますから、うん、このゆるニットから浮き出てくるおっぱいいよな、そうね、あだからそこやんか結局、うん、俺らってなんでニット好きなんエロいんって、うん、おっぱいやんかまあ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 、そう、うん、このコーデ何が熱いって超ハイウエスト、はいはいはい、だからもうほぼおっぱいやね、あなるほど、そのあもう上半身はおっぱいしかないってこと、そうっていうかおっぱいしかないっていうか、そうっていうか、いやいや目がな、目の話が、目がいくとはこんだけハイウエストでニットでここクチュッて出されたら、ね、もうおっぱいやんみたいな、でもな、なんかこの肩の出し方とかもいいなと思ってて、そうね、肩バーンっていう、ここ、うん、こういってるからちょっと上品ちゃ上品やな、はいはいはい、実用な開け方やね、うん、でこのニットの生地的な問題と思うねんけど、薄手やけど体にこうピタッとついてて、はいはい、あんまりこのゴムが分厚くないから体にこう沿ってるんやな、うん、だから自然にエロいよな、なるほど、デートでさこんな服着てこられたことある、そんな悲しいことやねん、悲しくはない、いや別にそう あるんかなと思って、いやいやそれはないよ、こういう人とあんまり出ていかんすよ、もうそうだ、好きになってくれへん、こういう人あ、まあ届かんねや、俺のこと好きやならんな、こういう人好きやけど、俺は好きやねんけど、そうね、あんまり好きなイメージはなかったな、あ、ほんま、うん、結構好きやな、いや、色気という意味ではなんかそれこそ監督が好きそうな感じやと思う、まあまあまあね、ガーリーっぽさは、こんなん合コンで打ったらめっちゃ落としに行くけど、確かに刺さらなさそう、合コンするよな、なるほど、刺さらなさそう、いやいや、自分で言ってるこれ、いやもう言ってるけど人から言われたら嫌やみたいな、優しいなまあまあ3位、いやでもこれは間違いなく色気です、いや3位色気です、俺は嫌いな男いないんじゃないかな、では第2位いきます、はい、私です、えー色気ですか、いやこれ渋くないですか、かっこいい、もうかっこいい、だから渋い色気っていう、あー今度は、いやまあわかるよね、露出の色気だけじゃねえぞっつって、姉御さん的な渋さもある、これムラムラすんの、まあ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 、なんて言うのな、こう逆に覗きたい中を見てみたいみたいな、あーだから想像力色気やお前、そう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 、小田城的な色気をこれどっちかって、なるほどね、そっち系よ、露出じゃないけどでもやっぱ秋冬といえばっていう、こう大人な色気もあるよねっていう、パンツ着れてる、どうなってるやん、いやいや、そう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 、だそういう、実はそういうギミックもあるよ、あこれもやっぱ推しポイントな、今気づいた、推しポイントです、あ推しポイントだ、今気づいた、気づきました
主張強いのにここお前ノーマークやったの、ここに詰まってんのかと思ってたもん。髪型含め色気すごいなと思って、あ大人やなって思って、ちょっとそれでドキドキしてしまった。裏さんとかも好きなんや。そうおしゃれやなっていう、だからタバコなんか吸ってほしいです、逆にこういう人に。食いらせてもらって煙を。なるほどね。これでも意外なんじゃない、見てる人からしたこれ色気感じるんすかみたいな。だから結局だからこういう格好しててこういうところからも色気感じてるよっていう話です、ね。なるほど、ね。首筋のこのラインとかも綺麗。なるほど。露出が少ないからこそこっち見つけちゃうよっていう。そう。あと佇まい、こういう格好から色気を感じるっていうのは絶対あります。まあそうやな。佇まいはかっこいいな。気品って感じは。そう。品の色気もあるよっていう。別に露出するだけが色気じゃないぞっていうのもやっぱこの人間は。教えなかった。なるほどなるほど。まあ教えたかった。払いつくな。払いつくな。うん。お前そっち。じゃあ男はそうやって感じてるよってことでしょ。男どう？男心ね。はい。じゃあ僕の第2位っていいですか。お願いします。お願いします。こちらです。あれ？隠れてたわ。だからそう。なるほど。あの安崎が言ってたことちょっと近くて、ちょっと気品のどっちかというとフォーマルなかっこいい感じやけど、ここに隙があるっていうね。だからその硬さとこの隙のこう、ハーモニーというか、いや、お前慣れててくれせめて慣れててくれ、もう硬さのとか言い出した時点でちょっとだるいんやから、そこはスッて最後まで言って鼻につくなって言わせてくれでもマジで安崎が言ってた色気って俺結構わかんない、そのどっちかというとかっこいい品がある方の色気。なるほどね。やけどちょっとここの女性らしさとか、はいはいはい、女らしさがチラ見えしてるっていう、それでさらに色気をちょっと、なるほどね、加速させるようなっていう。ともすればちょっとエヴァンゲリオンみたいなもんね、なんか世界観は。ここにこうサクッて入ってて、あ世界観、世界観、ね、確かにこれがね、かっこいいっていうことを言いたかったんだけど間違えましたね。でも型はやっぱ可愛いやから、あダーマからね、ダーマからダーマからこうでね、こうでね、うん、デニムっていうのもちょっと好きがあっていいっすね。いいですね。好きとか言うな、カジュアルな感じが好きっていう。で上は結構こうガッシュめに、そうドレス大人にしてるのに、ドレッシーな、なるほど、下はカジュアルで、これも好きですね。もうほんまに無理やねんな俺、こういうファッショニスタの人の会話もう洋服になるよ、普通に。でもさ、ここにこの革靴とか合わせてくるのがいいよね。そうそうそう、バランスがめっちゃいいな、これ。うん、上級者って感じするねやっぱそうなんですか。うん、上級者なんですか、これ。うん、上級者だね。なんか、革靴見てほしいんだけど、あんまり紐の主張がないんだよね。でこれいいなって思う。紐ないんじゃないですか。紐ないんだよね。だからないタイプです。そうそう、だからそれを気づかせたかったお前たち。ああ紐の主張って言ったことに対して、おこれないっすよ、そういうこと。なるほど、うん、そう気づけんだよね、人って。そのちゃんと見ればおしゃれは気づける。これが上級者の良い所で言いそうっすもんね。そう紐ね、運搬ないっすよねって言って、これバカだな、ないんですよって言わせるまでが、はいはい、そうか、勉強になります今日。そうすみません、ありがとうございます。おしゃれやなぁ、おしゃれやんな、これかっこいいなぁ。これ単発とロングどっちがいいの？ショートでいいんちゃう？あー、ショートの方がやっぱいいんや。黒パーマとかもいいよね、短めで。これなんかくくってんのええなと思う。くくってんのいいなぁ。これでアップアップ、確かにアップ、ハーフアップ、ハーフアップ。黒ってなんか色気感じる気すんな。黒はやっぱ色気感じるの。2人とも結構かっこいい系の色気できてるね。いいわ、まさかのね。やっぱ大人になってますね。やっぱね、精神年齢も上がっていってるんで。1位どうなんだろうね。太郎の2位。おお。まあまあ、いや、じゃあ、お前らほんま、まだそれ言ってんのみたいな空気はおかしいな。その、なんか、今までなんか、お前まだそれ言ってんのみたいな。子供に見たよね、今。いや、これ強ない、やっぱ。1位と何が違うの？じゃあ、3位と。3位と。お前、全然違うやん。3位はインして、肩出しな。いや、俺これやと思うねんけど、結局王道。男が色気を感じる秋服。あ、でもこのワンピースも確かに色気って感じですね。そう。だってこれ、下もやばいで。肩全出しよ。そうやな。そう。ワンピースや。だからこれは脱ぎギャップ使えますから。だからちょっと歩いて汗ばんだな。ふんふんつって。脱がんくてもいいから。女子のさ、肩まで下ろすやつ好きなの。ああ、そうやんな。肩だけこう出して、ここで止めるやつ。これ好きなんよ、俺。あとこのニットの生地が最高やなと思って。柔らかさがこの目で分かる柔らかさ。なるほどね。触りたくない。しっとりしてる。でもやっぱりこう、モノトーンっすよね、色気って。やっぱそうやんな。そうやんな。白黒になるよな。これは確かに、だいぶあざといやんって。女子アナさんっていうか。そう。だからだいぶあざといから、モノトーンでいかんと、狙いすぎてるなっていう風になるから。これ、靴がマルジェラにことに関してはどう思うんですか？マルジェラって何か分からんからええよ、別に。そこもポイントかなと思って、ごめんなさい。逆に。マルジェラ？うん。何なんかビタみたいなじゃろ気づかんからええよ別に何か分からんからね、マルジェラは
で話してるから家がこれがあの12万ぐらいするのはどう思うんですか。あー高っ、うん、頑張ったよね仕事仕事な、うん、仕事ね、旅ブーツだよね、これ旅ブーツみたいになってるんですよ。12万払って旅履くのもう分からないあ、そうなん、そういうことマジ思えない。いやでもやっぱこれはほんまにさっきの2人のは上級というかちょっと角度エッジ効いた色気やと思って、そシンプルにドキッとさせるとか、ね、特に若い子とかやったらもうこれは鉄板やと思う。鉄板やな、ほんまにこれは、うん、全男子に刺さるの絶対こっちだ、うん、だから普段全然ボーイッシュでとかでデート服できたらテンション上がるよねとか男たまに言ってると思うんだけど、こういうのできたらってことやと思う。確かに確かに、うん、これだいぶセクシー。そうたらマジで好きなんやなこっち系、うん、だって絶対いい匂いするもんね。いい匂い間違いない、うん、でもやっぱ横に連れて歩いてる感じじゃないな、確かに。だから好きだってことやなこういう人ほんまに刺さらな、刺さらんな、うん、刺さらさろでもなんでお前12までで旅履いてんのっていうやつ絶対付き合わへんもんなちょっと顔で言いそうやもんね俺さ、良くないってエイクロすんの、12万え、12万ちょっとさすがに言わへんけど顔で言いそうやもんね、そんなに12万すかみたいなこれはめっちゃ好き、昔から一貫して好きなんやけどね、届かんから好きみたいなのもあるんじゃん。ああ、まあそれはあるかもな。では、1位でいい、これどうなんの1位いきたいと思います。すげー1位気になるな。かっこいいで来たけど、これが1位なんや。あー、いや、いいっすね。好きそうやね。ポイントは色気って意味でやっぱおへそ出しがちょうどいい感じで。お前寒いね、秋やのに。いやでもやっぱ長袖やからねまあ色気ですから。まあね、色気がテーマ。お腹出しは俺結構好きなんですよね。あ、そうだね、色気を感じる瞬間として。そうなんや、うん、数あるへそ出しの中でもこれはなんでなん。下のやっぱパンツが可愛いなと思いまして、非常に挑戦的なパンツ。あ、なるほどね、はいはいはい、上はこうやっぱピタッと、で下はダボッと、うんうんうん、まあ今っぽいなって感じで、メリハリみたいな、メリハリが非常にいいなっていう感じ、うん、あと結構デコルテが出てるんですよね。あ、お前四角いポケットみたいな、丸じゃなくて台形みたいな感じで、ね、切られてるんで、それも結構可愛いなと思って、ここの色気感じられるし。なるほどね。ハコさんこれどうなんですか。これではもう非常におしゃれですね、うん、もうしっかり A ラインシルエットで、うん、あの作られててね。何、こうこう末広がりのことあ、そうそうそう、だから俺がさっき言ったやつを英語で言っただけですこいつは僕が、ニットの時に俺とか末広がりですって言った時にこいつらはハーって言ったけど、英語で言っただけマジで俺言ってサンダルっていうとこもまあ、そうそうね、秋こういい塩梅かなって。厚底のね、うん、やっぱ黒なんやな。そうだね、まあ、黒い色になってずっとモノトーンだね、お前。黒い色で結構今回はいいかなっていう。実際好きなんや、このモードっぽい女子。あ、好きですね、うん、デートでこの来られたらめっちゃ好きです。かっこいいな、こういうことやっぱ付き合ってきてんの、モードというか。そういうのもいたいたいた。へぇ、では、はい、私の第1位お願いします。こちらです。あら、へぇ、こっちに来ましたか。いや、もう結局語れへんなと思った。レイディーニットワンピ最強です、色気は。まあスリットがね、スリットもあってボディラインもしっかり見せてもらって、で、上にちょっと中性の鎧みたいなパッと羽織ってね、形的にはこうピタッとした感じになる。甲冑感あるよね。脱ぐ可能性もありますからね。もうワンピースノースリーなんかな。あー、でもノースリー、これ下ノースリーなん。ノースリーやろ、いかつノースリーやろ暖房入ってるやん、うん、確かにこの辺のディティールも可愛いもんね、うん、いやこれすごいわ。ちょっとニットワンピ描いても相当強いな。そうですか、ニットソムレ。いやだからやっぱこの足、うん、まず出てるのがいいよね。チラ見せってマジで大事やなと思ってて、覆、うん、えば覆うほどこれでやっぱ揺れながらこう見え隠れやから最高で、でもロングブーツじゃないですか、うん、でこの見せ方最強で、あ、なんか締めるとこちゃんと締めてっていうね。そう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 、ほんでただのニットワンピじゃなくてこの上にちょっと羽織ってるのが、うん、レイヤードっていうんですか、はい、まあ、レイヤードだよね、重ね着、おしゃれ上級者とかにしますね。ブーツめっちゃ可愛いね。可愛いな、若干ストリートっぽい感じのブーツ。え、ブーツはおー、すごいね、うん、なんか全体的にすごいね。結構綺麗めなんやけどブーツはそういう感じでちょっとさ、カジュアルめやん。そうそうやんな、アルジェルのやつが結構綺麗めやとしたら、うん、こっちはカジュアル。そうやんな、ちょっとそれとその外しが可愛い。外しだよね結局ね。やっぱそうなんすか、どこ外してんすか。これはだからこうまあ外してるね。結構ガチな話、この上レイヤードをこうしてたらニットアンビって体型によって似合う似合わへんめっちゃあると思うね。結構難しいと思うね、うん、相当体絞らないと。でもここでちょっとこう重ね着してたら結構誰でも似合うな。あ、なるほどね、変な話ね。
だいぶ上級者感漂ってるけど肩幅ちょっとあってもいけるとか、そうだね、このなんかシンプルなラインをワンピ1枚では結構むずいけど上にこのあれがあったらいいなと、意外にこれ結構着こなしやすいんじゃないとちょっと思う。体型関係なく着やすいと、そこまで関係なく、うん、やっぱそれなりにいるとは思うけど、この服はこれはやっぱね王道、王道ですね結局。いやこれいいね、ワンピのスリット入ってもいいんだよな、スリットいい、スリットいい、深いよね。それでストンって落ちるから、お尻がめっちゃでかいんですとか言ってて、足が例えば短いんですとか言っててもコースを思うとめっちゃ目立つから、あー結構いいですね。やっぱ上品だよなこれ、エロじゃなくて。そうね、ピンがある露出ですね。そう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 、ありがとうございます。確かにこれ色気えぐいな、えぐいよな、えぐいな。じゃあ最後プロのね、1対1、おまあだからこういうことですよね。なんか意外なの来たんじゃん、はい、うん、3人でこうやっぱ、いやまた男そんなん好きで言うて、まあ、言うてる、言うてますけど、それは何のためにってやったら、このコーデを引き立つするためにあの配置ですよね。ちょっと味見して、まあもうお前らと一緒なんやけど、結局そうなんかいや、ガチでかっこいい人に色気感じるようになったなって思うねん。あさっきみたいなエロをどう出していくか、肌をどう出していくかとかよりもかっこいいなとか自信ありそうやなとか上品やなみたいな、もうそうシンプルでかっこいいみたいな女性に結局色気感じるな最近と思って、これが1位なのは小物がえぐいぐらいおしゃれやなと思って。あ確かにこのね、あのリングとかもこれ2連の、そう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 、時計とか全部けどなんとなく多分金色です、これ揃えてんねやろ。こういう小物使いとかが服がめっちゃシンプルやから、この辺でめっちゃ緻密に多分この人組んでんねやろなとか思うと、だいぶ一見ラフそうやけどめっちゃこだわってるやん。確かに品感じるなみたいなのにめっちゃ最近品を感じるなと思って、はいはいはい、この耳とかもそうなんやけど、地元とかもネックレス、ここも多分揃えてるやん。そうだね。でもリップはちゃんと赤リップ塗ってたりとか、はい、服だけでやってない感じ、服はシンプルなんやけど、小物とかサンダルとか周りの装飾品全部でガッツリ女と上げてきてるなみたいな、はい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 、これは俺多分普通に落ちるなみたいな。いやいいっすね、年取ったな俺らも。そうなんやな、確かに品感じるわ、品めっちゃ感じるよな。なんかあんまり俺ガチガチに来られたら緊張しちゃうから、やっぱさっきみたいに、あまあさっきのほんまに緊張するよね多分。そうそうそう、いやめっちゃ可愛いし綺麗なんやけど、来られたら緊張するマジで。デート行こうやみたいなんでこれできたらラフ感あるけどめっちゃおしゃれから正味どこでもいけるなと思うんですよ、はいはいはい、オフィスカジュアルぐらい OK な会社とこれでいけそうやもんね。仕事帰りでも色気は作れるぞっていう。いやこれめっちゃいいなと思って。確かにね。でこのオーバーサイズだったらその胸のサイズがどうであれよく見えるというか、まあ、体型広がないからね、この質感もめっちゃいいな、高級感なシワというか入る感じも、多分歩いたら結構サンサンサンってなって、はいはいはい、おしゃれやなって。いいっすね、これぐらいの女性性が結局1位になる年齢だってだな。渋い渋いね。チャンネル登録してくれたらチャンネル登録増えるんで。ということで第3位までトップ3出揃いましたけど、はい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 、色気を感じるポイントが大人になってきたかもしれないですね。そうだよね、だからやっぱファッションの奥深さ見ちゃったよね今日。はい、ありがとうございます。やっぱ年齢によってこの味わい方が変わるっていうのも、うん、ファッションの楽しみ方だから。あ、そうなんすか。そうだよそうだよ、そこ気づいてなかったっすね。そうだよね、うん、でもこれは気づいてなくていいんだよ。そうそうそう、今気づけたからいいんだよ。ああ。そうそうそう、だって20代の時に30になったら変わっちゃうんで、なんか知ってたら楽しくない、楽しくない。今ここで30になった自分が感じるフィルター通したら本当にこうなんだ、これが一番深く気づきとして入るから、これも忘れないから。ああなるほど、あ今日勉強になりました。全然無理でした。MB って言ったらね、MB って言ったらあかんの、ずっと何してんねんそういうチャンネルがあるんで、僕が見たことないんでこういう感じのか知らないんですけどそんな生きてないよ。最近ハマちゃんがずっと見てるらしいから、うん、なんかそれにはしゃいで俺ら遊んでるんですけど、ハコ B がね。でもマジでなんか変わったな、変わるでしょさすがに。でも安雪あんま変わってないでしょ。ああまあ色気っていう意味でそのもともと別にそんなベタベタしてくるのも好きじゃないしさ、その女の子的にも、まあ、安藤サクラさんとかもすごい色気を感じる。あそういう人にもイメージが結構ザ色気みたいなの好きやった俺とかハコちゃんとかがちょっと変わっていくやろうな。そう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 、ただのエロじゃなくなってきたほんまに。ということでね、まあ、アラサー男子の意見なんですけど、うん、まあ、そういう人にね刺さってほしいとかドキドキさせたいとかね、うん、いう方がいらっしゃればぜひ今回の内容を参考してください。はい、ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。ありがとう。私たち、ちゃんとSNS やっております。インスタ、インスタ、X ちゃんとやっておりますよ ね、 やってるね。知ってますかちゃんと皆さん、フォローしてくれますか。公式の TikTok もあるからね、TikTok もあるし、ちゃんとやってるので、やってる、YouTube 以外のそっちの SNS もね
チェックしてくれたら嬉しいです。それぞれの話とか、うん、あと動画でよく募集とかしてる SNS は大体あのインスタとかで募集してますんで、よかったらねそれで生声寄せてもらったりとか。そうよ、僕らのこともっと知りたいと思ってくれた方はね、はいはい、ぜひフォローしてくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで今日も一日お疲れ様。